ハロー YouTube。 こんにちは、えだちゃんです。今ちょっと小声なんですけど、家の、前でですね、今日は、ちょっと、今年ねお野菜を、作ってるんですけど、それをご紹介していきたいと思います。はい、ちょっとね結婚式ビールの、昔のビールの瓶の上に乗ってるんですけど、トマト、このミニトマトですね、ミニトマトと A バジル、一緒にこうやって育ててますね。あと、こちらが、なんだっけ、こっちはね、ね、これが、中玉トマト。こうやって花がついてますね。これ目かきしないといけないんだけど、これが中玉トマトですね。はい、これが、ブラックトマト、黒いね、こういうトマトなんですよ。でこの横にもこういう風にバジル、植えています。メニューにね、今年ここで買ったアヒージョとか、あとピザにね、このトマトをトッピング、していきたいと思います。あ、アリンコがいる。でね、アリンコをたかるとちょっと病気のもとなんでね、気をつけたいですね。これね、みんな植えてるのは無農薬バージョン。こちらがね、これキャンディートマト。あ、もう花がねつけ始めてる。味覚しないとダメだな。こういう風に芽が出てるので、もうこれ花実がつきますね。と、あと最後こちらがね、なんと食用ホオズキ、オレンジチェリーっていうね。あ、草が絡まってる。このね、いつもなんか変な草が、こいつ邪魔、変な草がこういう絡まっちゃって、なんだっけ、でね、これが食用ホオズキ。で、これがなんだっけなんだっけ、あ、これがあれだ、ミニトマトの、赤いやつですね。普通のミニトマト、安く買いました。これももう、こう芽が出てるわけ。あ、やばい。何本出てんだ。あ、やばい。あ、横からね、芽がいっぱい出ちゃってる。第一花房。どれが第一？一。あ、このね、芽かきっていうのを、これをやらないと、芽かきの横から出てるので2本仕立てにしたいんだから、どれが主だ。これ、あ、これも、これ1だ。これ2本仕立てでそこから出るんだから、ここか。これを折って、実をね、いっぱいつけたいので、ちょっと今回は2本仕立てって言って、2本出す仕立て方をしていきたいんですね。それでたくさんちょっとトマトが食べれるように。はあ、やばい、お寝坊だから。よいしょ。どうしてもこういう作業が、これがもう花ついてしょ。一番の脇、これ脇芽も出ちゃってるから、どうしたらいい。こういうのカメラ持ちながらやるもんじゃない。
はい、一応こんな感じでね、仕立てて、またトマトが、たくさんできたらね、ご報告したいと思います。